国民新党の亀井静香です。この度引き続いて郵政改革金融担当大臣を拝命をいたしました。まず今国会で郵政改革法案をぜひ成立をさせていただき、どうしても成立をさせていただき、そして国民のための郵政改革を全力を挙げてやってまいりたい、このように考えております。また保険業法の一部の改正、これもぜひ成立をさせていただき、零細な共済事業継続しできなくなっておるわけでありますが、これも改革という名のもとでそうなってしまっておるわけでありますが、ぜひこれが可能な状況を作っていきたいと、このように考えております。金融行政につきましては、大企業のみではなく中小零細企業、商店、サラリーマン、農林水産業、そういうものを営んでおられる方々にもきっちりとお金が回っていく、そうした金融の中で産業がどんどんと進行していき、国民生活が豊かになっていく、そうした金融を目指して今後とも金融改革をどんどんと進めてまいる決意であります。以上です。何かご質問ありますか。はい、今回のですね、官内閣の顔ぶれを見ますと、かなりの割合で地方内閣からですね、流入組が多いと、亀井先生もそうだと思います。出場選挙に向けたですね、教授の書き換えではないかという批判もありますけれども、先生のご認識をいただきたいと思います。あなたの質問の趣旨が私にはよくわからないね。鳩山内閣においても総理が選び抜いて、私は別でしょうかけどね、選び抜いて任命をされたわけでありますから、菅総理もそうした優位の人材を引き継いで活用されていくと、何もおかしな話じゃないと思いますよ。どっかおかしいんですか。はい、次ありませんか。倉間さん、朝日新聞の倉間です。はい、総理からですね、今日各閣僚に個別に指示があったかと思います。亀井大臣には具体的にどんな指示があって、またどのように取り組むお考えでしょうか。私は大臣拝命をする前に連立を組む国民新党の代表として、総理と改めていろいろと意見も交換をさせていただき、また総理の強い意志、それを私は感じました。新しい政治を庶民の目線でやっていかれるという力強い私は意思を感じ取ることもできました。私の担当の郵政改革についても金融改革についても私と全く同じ意見を考え方を持っておられるということを再確認をいたしたわけであります。はい、ありますか。はい、はい、はい、今日の党党首会談で郵政法案の取り扱いについてどう確認されたんですか。もうこれはもうすでに、二党首で、両党で
連立協定をやる時点においてもうきっちりとこれ確認をし合って、おるところでありますから、今国会において、この法案が粛々ともう審議をされて成立をすると私は確信をしております。まあ、審議日数が少ないというようなこともありますけどね、まあ、そういう国会の問題は国会にでいろいろお考えになるわけですが、私は政府の立場、担当大臣の立場としてはもう徹底審議をされる上において、もう定例日だけじゃなくて他の日も土曜日曜もあるいは深夜まで必要だということであれば、私はもう深夜だろうと何であろうと私は徹底審議に対してきっちりと対応をいたします。はい、じゃ時間都合最後でお願いします。西日本新聞の岩本と申します。消費税増税に対する考え方をお聞きしたいんですが、菅総理をはじめ消費税増税を含む財政再建に積極的発言をされる方が多いんですが、大臣のお考えはいかがでしょうか。私は菅大臣とも我が国の財政状況、今後の財政再建、経済運営について意見を交換をいたしておりますけれども、基本的に私はこう食い違っているとは思いません。ただ経済がもう弱ってしまっておる状況の中で増税処置を取ったって、これは実際税収が上がらないんですね。もう井戸の水が枯れてきてるときに消費税とかするべをどんどん下ろしてみたところで税収は上がらないんです。やはり国民生活を豊かにし経済を活性化していくという、経済を成長させていくということをやらなければ税制だけで財源を確保しようとしたってこれはできない話だ。こういう点で私は総理との間で基本的な認識の違いであるとは思っておりません。まあ法論についてはこれは政治家100人よれば100人も違うわけでありますけれども、そのように私は認識をしております。いつか、はい、どうもありがとうございました。よろしくお願いします。